ラッドウィンプスの野田洋次郎が9月25日、ソロ名義として、初のオリジナルアルバム、ワンダーボーイズ・マクム・クラブを CD&、配信リリースすることが決定した。ラッパーカズマをフィーチャリングに迎えた、エバーグリーンフィーチャリング、カズマや、龍が如く7外伝名を消した男テーマ曲として、ラッパーの JID と共に制作した、片時など、自由に緩やかに制作した、野田洋次郎の、私小説的な全13曲を収録。この発表と同時に、アルバムのジャケットビジュアルも公開されたほか、アナログ版がリリースされることも明らかとなった。初回限定版には、漫画家、イラストレーターの出水ポスカ描き下ろしによるオリジナルキャラクター、悪夢くん、悪夢くんをデザインに取り入れた T シャツが付属。悪夢くんは音楽を自由に体現するアイコンでソロ作品を表現したいという野田洋次郎の発案から生まれたオリジナルキャラクターだとのこと。野田洋次郎として描かれているイメージを具現化しつつ、普遍的で無敵な存在としてのキャラクター像をイメージし、野田洋次郎と出水で幾度もキャッチボールを繰り返し、唯一無二の存在を放つ個性的なキャラクターが完成した。本日より悪夢くんの TikTok アカウントも立ち上がり、今後さまざまなコンテンツを公開予定とのことだ。ファーストフルアルバム、ワンダーボーイズ・マクム・クラブ、2024年9月25日、水曜日発売予約リンク、https://lnk.2/wbacec 通常版、CD、アップックマイナス26,773,000円、税、初回限定版、CD、T シャツ、アップックマイナス29,476,000円、税、アナログ版、重量版2枚組 LP レコード、アップ時マイナス26,675,000円、税、T シャツは、ビッグ T シャツ、フリーサイズ、黒。その他の詳細は追って、発表01、ペインキラー02、ストレス ME03、エバーグリーンフィーチャリングカズマ04、ホーリーデーホーリーデー5、シッタ06、ハイパートイ07、カタトキ08、ワルツオブカルマ09、ビターブルース10、ピースイエス11、パイプドリーム12、ページーサイ13、ラストラブレター泉ポスカ日本の漫画家、イラストレーター。2016年11月、初の画集となる、出水ポスカ、アートブックポ、パイインターナショナル館を出版。2021年9月3日、白井かゆとコンビを組んだ作品を収録した、白井かゆ泉ポスカ短編集を刊行。代表作に、約束のネバーランドなど、